大学卒業を控えて就活中の俺は、大事な面接の日に道端で苦しむ妊婦と出会う。すべてを放り出して助けたことで、思わぬ方向へと俺たちの人生は動き出した。俺と最愛の家族の出会いの話をしたいと思う。俺は今年大学を卒業予定の理系男。一浪して入った大学とも、もうすぐお別れの予定だ。卒業論文のための研究も決まり、研究計画にも目処が立った。そうして就活に専念していた4年生の6月、嬉しいことに一流企業の最終面接に残る。受ける企業は医薬品メーカー。今日が面接の当日だ。昨夜は緊張のあまりよく眠れなかった。今もカタカタ手が震えるほど緊張している。深呼吸を繰り返し、一人暮らしの部屋を出た。本来は次の電車でいいのだが、万に一つも遅刻はしたくない。早めに家を出て駅に向かうことにする。駅に向かう道のりは7、8分程度だ。通い慣れた道を歩いていると、見慣れない人影がある。それはうずくまる女性の姿だった。慌てて近寄りさらに驚く。かなりお腹の大きな妊婦とわかったからだ。救急車。思わず叫んであわあわする。どうしていいのかとっさにわからず、右を向き左を向き、立っては座るばかりだ。すると、倒れていた妊婦が声を上げた。あの、すみません。スマホを拾ってもらえますか？落としてしまって困ってるんです。その声でハッと我に返る。一体どこに落としたのかと見回すと、問題のスマホがあるのは彼女の目の前だ。そこにありますよ。笑顔で指さすが反応がない。気づいていないのかともう一度言うと、ためらいがちに妊婦が答える。私、目が見えないんです。そこと言われてもわからなくて。すみませんが、手渡してもらえませんか。俺はきしりと固まった。これは放っておけるはずがない。慌ててスマホを拾ったが、彼女は苦しそうだ。誰か、そこの人、助けてください。恥も何もなく声を上げると、俺の声を聞きつけて人が集まってくる。そうするうちにまた妊婦に声をかけられた。いつの間にかスマホのロックを外したようだ。電話帳から探してもらえませんか？私の名前で、自宅が、〇〇嫁こと登録してあります。妊婦はほとんど声が出ていない。ぐったりした妊婦に代わって番号を探し出す。それから再び手渡そうとしたが、妊婦はもはや手を動かすのも苦しげだ。俺が持ち、妊婦の耳に当ててあげる。もしもし、うん、嫁子、陣痛、かな？わかんない、無理言う。嫁子というのが妊婦の名前らしい。自宅の電話につながるらしく、嫁子は誰かに連絡している。その時、嫁子の汗を拭いていたおばちゃんが破水。と声を上げ、こっちを指さした。一瞬破水が何かわからなかったが、見ると嫁子が破水している。俺は慌てすぎて白目を向きかけながら救急車を呼んだ。面接のことなどもはや頭にはない。救急車が来るまで励ましながら一緒に待つ。病院には妊婦と例のおばちゃんが行くことになった。そこで初めて面接のことを思い出す。
時計を見るとギリギリ間に合わないくらいの時間だが、必死に走った。その時の俺は、よほど慌てていたのだろう。後になって自分のスーツが、嫁子の体液やら土ぼこりやらで汚れていたと知る。だが、その時は頭に浮かばなかったのだ。結局、予定時刻から数分遅れで面接会場となる会社に着いた。すみません。本日面接を受ける予定だったものなのですが。飛び込んで受付に事情を説明するが、結果はほぼ門前払い。試験は受けさせてもらえないという、目の前が真っ暗になるとはこのことだろう。思わずその場に座り込みそうになる。だが、そこで天の助けのような声がかかった。俺の服がひどく汚れていることから、事情があるのでは、と考えてくれたらしい。なんとか面接だけは受けられることになった。面接会場となる部屋に入室すると、3人の面接官が待ち構えていた。挨拶もそこそこに一人から叱責が飛んでくる。君ね、遅れるなら連絡しなさい。無断で遅れるなんて考えられないぞ。すみませんでした。一体何があったんだ。受付が言ってた通り、ひどい格好だな。俺は必死で事情を話した。少々しどろもどろになることもあったが、思い出せる限りを話したと思う。それは大変だったようだな。でも妊婦を助けて、その人がたまたま盲目。ちょっと話を盛りすぎなんじゃないかい。一人が言うと残りの二人も笑った。もしかして信じてくれていないのだろうか。すっと血の毛が引くような絶望を感じる。あまりに手応えのない面接は早々に終わり、俺は肩を落としてとぼとぼと帰路に着いた。足を引きずるように歩いていると、突然、ポケットの中でスマホが鳴る。普段の着信音と違うので不思議に思うが、ひとまず取り出す。と、ケースが自分のものではない。その瞬間、気がついた。これは嫁子のスマホだ。うっかり持ってきてしまったに違いない。慌てふためきながら画面を見ると、お兄ちゃんと表示されていた。どうすべきか迷いつつも、恐る恐る電話に出る。すみません。ご本人じゃないのですが。あ、拾ってくれた方ですか。本人がスマホを落としたかもというのでかけてみたんです。ああ、大変申し訳ない。落とされたのではなく、俺が間違えて持ってきてました。間違えて、ですか？朝病院に運ばれた妊婦さん、ですよね。はい。あなたは、その時、電話のお手伝いをしたものです。通話後にいつもの癖で、自分のポケットに入れてしまって、本当にすみません。今電話がかかってきて、初めて気づきました。嫁子の兄だというその男性は、笑って許してくれた。今は嫁子が運ばれた病院にいるという。俺はこの後予定もなかったので、病院までスマホを持っていくことにする。向かう道中、ふと、旦那さんではなくお兄さんなんだな。と少しだけ違和感を覚えた。病院に着いたのは午後になってからだ。嫁子の兄は1階のロビーで俺を待っていた。ちなみに嫁子のお兄さんは兄をというそうだ。スマホを返しがてら、嫁子の様子を聞く。妹さんの様子はどうなんですか？今、
産んでいる真っ最中。え、もう何時間も経つのに。まだまだかかるみたいだよ。普通は10時間くらいかかるそうな。そんなに大変なものなんですね。ご両親はいつ呼ばれてもいいように分娩室近くの廊下で待っているらしい。ならば夫もそちらにいるのかと勝手に思う。だから電話をくれたのが旦那さんではなかったんですね。俺の言葉に兄王はなぜか気まずそうだ。それからちらりと時計を見ていった。俺は立ち会わないから時間があるんだ。よければお礼にコーヒーでもおごるよ。というか服の汚れももしかして嫁子のせい。クリーニング代も払うからね。いえ、それは必要ないですよ。でもコーヒーはありがたいです。実は昼飯を食い損ねてて。院内にあるコーヒーショップでどでかい甘い飲み物をごちそうになりながら兄をと話すことになった。誰かに話してしまいたかったのかもしれない。兄をが言うには、嫁子はシングルマザー、良くない男にコロリと騙されて妊娠し捨てられてしまったという。しかも目が見えないのをいいことにお金も盗まれていた。男は行方をくらましたままだそうだ。話しながらも兄王は怒っている様子だ。嫁子の両親はもっと怒っていたらしい。聞いているだけの他人である俺でも腹が立つくらいなのだから、当事者たちの怒りは計り知れないだろう。兄王の話はポツポツと語られ、気づけばかなりの時間が経つ。途中で互いに腹が減ってきたのでサンドイッチも頼んだほどだ。その時急にロビーに走ってきた人が見えた。あ、母さんが生まれたか。兄王の言葉に驚き、二人揃って店を出る。話しているうちに出産が終わったのだ。母子ともに健康だという。よかった。俺さんも一緒に。さあ。さあ。兄王とその母に促され、なぜか俺まで連れて行かれる。家族でもないのに、と焦りで変な汗が出た。生まれたての赤ん坊に感涙するご家族の中に突然の部外者が登場するわけだ。当然、全員に注目されてしまう。嫁子にスマホを返しに来たものだと話すと、助けた人間だとわかったのだろう。一同にとても感謝された。不審がる雰囲気が消え緊張が解けたのと、誕生ってすごいなという感動と、そういえば面接は多分落ちたなという思い。三つが一気に押し寄せて頭がいっぱいだ。思わず涙が溢れてきてしまう。俺が泣き出したことに驚いたのだろうか。その場にいた嫁子の両親や兄王から、次々と理由を尋ねられた。いやー、急に来てしまったので、誰？って雰囲気だったじゃないですか。俺のことを説明してもらえたんで、空気が緩んだのでついホッとしてしまって。すみません。雰囲気悪かったです。なんかごめんなさい。それだけじゃなくて、感動したんです。命ってすごいなっていうか、人間が一人、生まれてきたんだなって。あはは。あとはあれですね。ついさっき就職面接に遅刻して、落ちた雰囲気だったの思い出しちゃって。あまりにも素直に言い過ぎたと思う。特に考えもせず、全部話してしまった。特に最後のは笑い話のつもりだったのだ。
緊張と感情までは笑っていた一同だが、面接の下りを聞くと青ざめる。え、面接、就職の遅刻って私を助けてくれたせいで。兄と嫁子が言うと、ご両親もたまたま居合わせた看護師さんたちまでもがざわついている。いくら俺でもこれはまずいと気がついた。なんとかしなくてはと気持ちだけが焦る。そんなことないですよ。慌てて打ち消すが、それ以上が続かない。何か相手の気を楽にする言い訳をと考えれば考えるほど口ごもってしまう。何せ実際のところは、嫁子を助けるために時間を使いすぎたのがどう考えても原因なのだ。今更ながら面接のことは言うべきではなかったと後悔するが、出てしまった言葉は戻せない。気まずい空気が流れる。その時、口を開きかけた嫁子が一度口を閉じ、首をかしげてまた口を引いた。あの、すみません、お名前聞いても。ここで初めて、誰も俺の名前すら知らないことに全員が気づいたようだ。さっき兄をと話していた時も、向こうが名乗ってくれたのにもかかわらず、それはそれはとうなずくばかりだった。電話を渡すだけだと思っていたし、まさかこれほど関わるとは思いもよらなかったからだ。あ、はい、〇〇大学の〇〇と申します。集中する視線の中、つい気をつけの姿勢で言う。それこそ面接のような話し方になった。単純に焦っていたからだが、これが思わぬ結果を呼ぶ。え、俺と同じ大学、しかも妙に聞いたことある。そう言って目を丸くしたのは兄をだ。もちろん俺も驚きで目を見開いた。実は俺の名字はかなり珍しく、親戚以外で同じ名前の人に出会ったことがない。同じ大学なら間違いなく俺のことだろう。というか、兄をが同じ大学というのも意外だ。年上に見えていたが、実は同い年くらいなのだろうか。俺くん、学部どこなん？〇〇です。ああ、やっぱり A だと同じな。もにゃもにゃ頭でヒゲのやつなんだけどさ、珍しい名前の同期がいるって聞いたんだ。もしかして A だ A やですか？それそれ、サークルの後輩なんだよ。あ、俺は陰の2年目ね。ああ、陰性さんでしたか。俺はバイト先が一緒で友人なんです。奇遇ですね。なんと、兄は俺の大学の先輩だったのだ。これは予想外だった。一瞬奇跡だと思った後、近所に住んでいて同年代ならばあり得る話だと思い直す。何せ出会った場所が家から最寄り駅までの道の途中だ。近所に住んでいることくらいは予想できる。俺は一人暮らし、嫁兄は実家住みではあるが、同じ大学に通う人が近所に住んでいるのはある意味当然のことだろう。つか、後輩なのかよ。スーツだからサラリーマンかと思ってた。すんません、就活生っす。そういう意気なもんな。俺くんはどこ受けたん？丸抜製薬です。すげえ、めっちゃいいとこにゃん。いや、それが引くほど手応えなくて、むしろマイナスってくらい感触悪かったっす。ほぼ100で落ちましたわ。それは申し訳ない。いやー、この件は全然関係ないっすよ。
マジ実力です。緊張しすぎてダメでした。多分100回くらい言葉噛みましたもん。さすがに誇張しすぎだろう。誇張だよね。誇張じゃないのか。まず落ち着こうや。ゲラゲラ笑う俺と兄尾さん。急に親しげに話し始めた俺たちを交互に見て、嫁子やご両親はキョトンとしている。緊張が解けたおかげで面接の件も冗談にできそうだ。この直後、俺の事情を知った兄尾から思いがけないことを言われた。あの企業の最終面接に残るなら、俺くん、かなり優秀だろ。大学院に進んでもいいんじゃないか。え、いいんですか。うん、俺でも行けたんだし、君なら余裕だと思うけどな。今年の秋から一瞬の受験ならまだ間に合う。院生暮らしも悪くないよ。学部生の頃とは何違いに忙しいけど、いっぱい好きな研究ができる。院生か、お金がかかりそうで、進学は考えてなかったんですけど。奨学金とかは、引率で就職がうまくいけば返せると思う。確かに。俺とはちょうど入れ替わりになるから、一緒には通えないけどね。あはは、残念っすわ。ちなみに兄尾先輩はすでに就職先が決まっていて、春からは某企業で研究職をやるそうだ。好きを仕事にできたと嬉しそうで羨ましい。その様子を見ていると大学院もいいなと思う。他の会社にも申し込もうとしていたが、さらに研究を深めるのもいいかもしれない。その場で検索し大学院入試について調べると、現実的に可能であることが分かった。秋の入試だとギリギリの日程だが、4月入学を目指すなら十分に時間がある。これも何かの縁かもしれない。やる気が出た俺は、すっかり乗り気になった。ここでやっと嫁子の話になった。嫁子は俺より一つ年下だという。俺より若いのに母親だなんて本当にすごい。僕の一つ下なんですね。お若いのに。あ、母親だなんてすごいです。え、親になるってすごいことじゃないですか。道端で見た時だけでもこんなに大変なんだって驚きました。俺より年下の子が、お腹から命を生み出すなんてすごいです。感動しました。尊敬します。俺は興奮気味に思いを語る。命が生まれる日に偶然関わった感動は大きく、心から尊敬する気持ちを伝えたかったのだ。だが、嫁子の反応は意外なものだった。どういうわけか、顔を覆って泣き出してしまったのだ。何か悪いことを言ってしまったのかと慌てたが、そうではないという。今までは考えなしに妊娠なんかしてって責める人が多かったんです。産むこと自体にも反対されました。お腹の中で動き出していたから、私はもう可愛くて、どうしても産みたいって押し切ったんです。そんな。こんな。褒めてくれた人、初めて。嫁子はしばらくの間、しゃくり上げるほど泣いていた。何かを感じたのか、赤ちゃんもぐずり出す。さっきまではしゃいでいたご両親はうつむく。俺は右往左往だ。俺さんって本当に素直で優しい人なんですね。嫁子は感動したように言う。彼女の目が遠くを眺めているように感じたが、
そういえば嫁子は目が見えない。それを思い出すと、なんだか彼女の耳が俺に向けられている気がして、くすぐったい気分になった。よかったら抱っこしてあげてください。そう言って、嫁子は赤ちゃんを俺がいる方に差し出す。こんな生まれたてを抱っこなんかして大丈夫なのかと俺は慌てふためいた。え？俺が、うわわわ、ちっちゃい、壊れそう。本当に無理です、抱っこなんて。大丈夫ですよ。ねえ、看護師さん。うなずく看護師に目を向く。嫁子の両親や兄をも特に異論はないらしい。震えながら抱いた赤ちゃんは温かくて、思ったよりずっしりしていた。これは命だと実感でき、涙ぐみそうになる。この子、まだ名前が決まってないんです。予定日より早く生まれてしまって、決めきれてなかったもので。そうなんですね。男の子でしたっけ？はい。早く決めないと。そうだ。俺さんの名前から一文字、この子にもらおうかしら。嫁子の両親もそれはいいと賛成のようだ。本当にそんなことがあっていいのかとまたしても慌てふためく。とはいえ、名付けはその家の人が決めるもの。俺が左右できるものではない気がして、どうぞどうぞと言うしかなかった。この後、出産直後でしんどそうな嫁子の様子にやっと気づき、俺と兄を先輩は慌てて退散した。ご両親はもう少し一緒に過ごすそうだ。俺と兄を先輩は連絡先を交換した。妙に馬が合い、何度か飲みに行く仲となる。思いがけないきっかけで、頼りがいのある親しい先輩ができた。何を頼ったかというと、進路のことだ。嫁子と出会った日から数日後、面接した企業からは不採用の通知が来た。予想通りだったのでもはや痛みもない。そこから指導教官の先生にも相談し、俺は本格的に大学院を目指すことにした。他に受ける気だった企業とはさよならだ。もちろん受験対策についても兄お先輩がアドバイスしてくれる。経験者の話だから、とてもありがたい。ある日、話のついでに嫁子の近況を聞いた。嫁子なら元気にしてるよ。体はまだしんどいみたいだけど、退院して家にいるんだ。それはよかったです。赤ちゃんも元気にしてます。すると兄を先輩はスマホで撮った、赤ちゃんの写真を見せてくれた。生まれたての時よりもずっと顔立ちがすっきりとして可愛い。可愛すぎてもだえる。名前は何に決まったのか聞くと、本当に俺の名前と同じ文字が使われていた。熱いものが込み上げてくる。もう、俺の甥っ子ちゃんみたいだ。と感動しすぎて泣き、兄を先輩のみならず、周りの客にまでなだめられてしまった。こうなると嫁子と赤ちゃんに会いたい。というか、赤ちゃんに会いたい。だが、兄を先輩に頼んでみるとなぜか渋られる。嫁子の体調を考えてのことかと思ったが、日を変えて聞いてみても答えは一緒だ。聞きづらくなって、二度目でやめた。諦めかけた頃、共通の知人である A だが真相を教えてくれる。兄を先輩は妹が変な男に引っかかった上に、家族はそれに気づけなかったという、苦い経験を悔やんでいるらしい。それ以来、嫁子に興味を持つ男性には警戒心を持っているという、俺が断られたのもこれが理由だそうだ。
兄親ご両親の気持ちはわかる気がする。仕方なく兄をに嫁子や赤ちゃんのことを聞くのはやめることにした。だが、後日。俺くん、ちょっといいか。兄を先輩じゃないっすか。っす。嫁子がお前に会いたいって言ってんだけど、今度うち来れないかな。え、いいんですか。正直ちょっとは心配なんだ。うちの妹、どうも男を見る目がないってか、聞き分ける耳がないってか。でもまあ、お前ならいいかな。こっちが不安になるくらいお人よしなし。は、はあ。兄尾はなぜか複雑な顔で苦笑している。俺はいまいち事態がつかめないまま、嫁子に会いに行くことになった。約束の日、出産祝いに肌触りのいい靴下を持って、兄尾先輩の案内で自宅を訪ねる。もちろん赤ちゃん用の小さなものだ。受け取った嫁子は手探りで靴下を確かめ、とても喜んでくれた。にっこりと微笑む嫁子は、今更ながら綺麗な人だと感心する。少し儚げな印象だが、素直に美しい。それと同時に、この人を騙した男がいたのかと思うと、人ごとのはずなのになんだか妙に腹立たしい。互いの近況を問い、まずは俺の進路の話になる。俺さん、お久しぶりです。その後、進路の方は。俺、大学院を目指すことにしました。今後もご近所暮らしってことですから、何かあったらまた手助けしますからね。ありがとうございます。面接のこと、本当にごめんなさい。とんでもない。自分がしたくてしたことですから。それに、院に進む方が俺には向いてたのかもしれません。兄尾先輩にもいろいろ教えてもらってますよ。今度は嫁子の番だ。嫁子はなぜか緊張した表情で、きちんと正座をして口を開く。兄に頼んで会わせてもらったのは、伝えたいことがあったからなんです。その前に一つ質問なんですけど。はい、なんでしょう。俺さん、彼女いますか？え？思いがけない問いかけに俺はのけぞった。兄尾の複雑な苦笑が脳裏をよぎる。いやしかし、まさかブサメンの俺に限って、と打ち消してみるが、そういえば嫁子は資格が不自由。外見ではないところだけで判断したとなれば、もしかしてもしかするのではないだろうか。俺は震え出そうとする声を抑えながら、お付き合いしている人はいないと答える。すると、嫁子がついに言った。俺さん、好きです。私と付き合ってくれませんか？やはり、と息を呑んだ。驚いたことに、嫁子自身の両親には相談済みだという。母は賛成、父は心配そうでした。兄尾先輩にも警戒されてたかも。嫁子さんや赤ちゃんに会いたがったので。え、それって。いえ、ですね。嫁子さんはすごく綺麗なので嬉しいですけど、ほぼほぼ初対面ですよね。いきなりお付き合いは難しい気がします。まずお友達になりませんか？わかりました。嫁子の家を出た後、俺は転げるように帰宅して実家に電話した。彼女ができるかもしれないことを伝えると、親はめでたいと喜ぶ。だが、ほのめかす程度に目が見えない女性と暮らす可能性や、
子連れであることを話すと態度が急変した。そんなの絶対ダメよ。やめときなさい。あんたにばっかり負担がかかって苦労するに決まってるでしょ。何より連れ子だなんて、若いあんたを父親だと思うと思ってるの。懐くわけがないわよ。というのが、俺の母の主張だ。だが、俺と嫁子は親しくなればなるほどお互いに惹かれていった。嫁子は本当に純粋で、とても優しい。また、ゆったりしたムードの人で、そばにいるだけでも落ち着く気がする。俺はすぐに慌ててしまうタイプなので、嫁子の存在が救いになる。さらに嫁子はもう重くを感じさせないほど、料理も洗濯も掃除もできる。ひたすら尊敬するしかない。本気で嫁子との将来を考えた俺は、改めて彼女に告白して恋人になった。ここからは養鶏の説得案やの始まりだ。嫁子の家の方は数回通うとなんとかなった。もともと俺のことを知ってくれていたのが大きい。問題だと思っていた俺の家も、嫁子本人と会うと考えを変えてくれた。嫁子が自立できるほどしっかり生活できること、さらに子供もまだ本当に生まれたばかりだと分かったことが勝因だ。ちなみに子供の年齢のことは、俺がうっかりして伝え忘れていた。こんな生まれたてちゃんだなんて、どうしてもっと早く言わなかったの。それにお相手も年下なんて聞いてないわよ。呆れる母の声が耳に痛い。またやってしまった。と落ち込む俺を嫁子が慰める。嫁子の励ましはいつも、俺に力を与えてくれるのだ。ますますかけがえのない人だと思う。あれから12年、あの後、大学院に進んで無事修了した俺は、過去に落ちた一流企業と同様他社に就職した。最初はあの落ちた企業よりは小規模な会社だったのだが、徐々に業績が上がり、数年前にはなんと逆転。俺が落ちた企業と取引をしていた会社の中にも、今では我が社との契約に切り替えてくれたところもあるほどだ。以前はアキバと契約していたけれど、少々対応に不安があって。こちらは誠実な対応をしてくれて安心です。そうですか。ありがとうございます。営業さんもだけど、俺くんとも知り合いですしね。俺くんがいるかが心配してるってのもあるな。そう言ってくれたのは、我が社との契約に切り替えた経営者の一人。実は多校生ながらも、同じ研究テーマで切磋琢磨した知人でもある。理系の世界は意外と狭いのだ。俺くんはおっちょこちょいだけど、人柄は素晴らしいからな。などとも言われた。おっちょこちょいは余計だが、人柄を買ってくれるのはありがたい話だ。俺も今では新人の域を出て、毎日忙しく働いている。あの時の赤ん坊は12歳のやんちゃ小僧。もちろん俺と嫁子の息子として育てている。息子は自分自身が俺の実の子ではないことをまだ知らない。父さんの名前から一文字もらったんだ。という紛れもない事実から、実子だと思い込んでいるようだ。もちろん特別養子縁組済みなので、戸籍でバレる心配はないだろう。だが、いつか伝えるべきか、そもそも伝えるべきなのかはまだ悩んでいる。他にも二人の女の子が生まれたが、妹二人はお兄ちゃん大好きっ子だし、何より俺自身、息子は我が子だと強く思う。だから今は何も言わずに、
このまま育てていきたい気持ちが優勢だ。ここまで見てくれてどうもありがとう。これからも俺たちを温かく見守ってくれると嬉しいよ。